選択おい。おお。始まりが2007年か。2007年だから13年前ですね。じゃあ行きますね。どんな偉業にも始まりがあり、完遂することにより栄光がある。1587年フランシス・ドレイク卿。今回のアンチャーテッド、我々はあの伝説の探検家フランシス・ドレイク卿の棺を発見しました。400年以上も前に海底に沈んでいたのです。ねえ、自分のご先祖様の棺を乱暴に開けちゃっていいわけ？先祖への冒涜かな。っていうか、俺が子孫だって信じてないだろ。だって私の調査によると、フランシス教に子供は一人もいなかったはずよ。これ、トチさんかな？それは間違った歴史だ。それに。空の棺は乱暴に開けてもいい。トーチさんかっけえな。空っぽ。お、なんだ。やっぱり。何？ちょっと見せて。ダメ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 だ。棺だけを見せるって映画だろ。すげえ映画みたいな。ちょっと待ってよ、うちの番組がお金を出さなかったら何でも。おいおいおい、この番組はできるだろう。ドレイクさん、サインしたわよね、契約書に。私には発見したもの全て見る権利が。その話は後で。うん、サリー、厄介なことになった、来てくれ。厄介？厄介って何？いや、海賊だ。海賊？ああ今風のね。これあのあれだよね、映画原作とかじゃないよね。ちょっと人の話聞いてるの。警察とか。これどっからゲームが始まるの。いいこと言うね。でも俺たちだってここに来る許可を取ってないからね。はい、これもうゲームなの。パナマの刑務所に入りたくなきゃ自分らで片付けるしかないだろ。刑務所。そのコメント、パナマの監獄に入ったことないだろ。使い方わかるか。もちろんカメラと一緒よ。構えてくれないでしょ。すげえな、俺もやっぱこのぐらいいい声に生まれたかったな。さあ行くぞ。どうして連中に見つかったの。標準。ああ、実はずっと俺をつけてた、巻いたと思った。あ、これ。あれ、ああ、それは今話すと長い。あ、お、やったやった。おお、ほう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 。話してる暇があったらガンガン撃て。やった。急いでくれサリー。すげえ。これ3が最初なのかな。3すげえな。よし、外れた。よし、おい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 。おお、いいね。いいよ。この野郎。よーし。なになに、痛い痛い。なんだ。やばいよ。やばいやばいやばい。どうすればいいの、どうすればいいの。うわ、これで船の保証金は返してもらえない。お、船だ。おかげで助かったわ。船だ。おい。あ、マジか。船が爆発する。海に飛び込め。あ、ちょっと待って。何してんだ。はい、これで OK。早く。わかった。すげえ、最近のゲームすげえな。最近のゲーム。
やっぱヒーローがいなくてダメみたいだね。何言ってんだよ。落ち葉さんだ。飛ばされるまではうまくいってたんだよ。無事か。これぐらい慣れっこよ。そうだね、今自分で2007年って言ったのね。これは今をときめく美人レポーターさんじゃないですか。あら、はじめまして。ここでなきゃ乾杯でもしたい気分だ。ビクター・サリバンです。エレナ・フィッシャーです。出たよ、スケベ親父め。やつらに見つかる前にとっとと出発しようぜ。おえー、フランシス教からプレゼントだ。おお、じゃあ棺を見つけちゃったわけか。おい、これもしかしてあのフランシス教の日記。すごい、ちょっと見ちゃうね、これ普通に。俺が睨んだ通り、彼は死んじゃいなかった。でかい獲物を狙ってたんだ。面白くなってきたぞ。あの、さっきの続きなんですけど、落ち着いたらその日記見せてもらうからね。インディ・ジョーンズみたい。いいか、フランシス教は太平洋へ航海した時にスペインの船団を奇襲したんだ。彼は船に乗り込み、船にあった地図や手紙や日誌を奪い、その全てをこの日記に記録した。そうか、それで。だがイギリスへ戻ると、エリザベス女王にその地図や全てを没収された。この日記もだ。そしてクルー全員が沈黙を誓わされた。で、お宝は。フランシス教はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの、何かものすごい。そうだね、そうか。そんな回りくどいことはどうでもいい。ハムナプトラか。そうか、今の世代はハムナプトラだよね。本当にせっかちだな、あんた。ブレンダーブレザーさん、何嫌われるぞ。モテまくりだ。よし、じゃあまずいいものを見せよう。ほう、エルドラドの黄金。これぞでかい山だろ。他に手がかりは。やっとその気になったか。もう一だ。エルドラドっていうと、最後のページは破られてる。ジアルフィーとか思い出したね。アルフィーさんね。これは二度とない山だ。ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して沈んだんです。はい、全く信用はできません。これ皆さん、今ちょうどそのソニーさんてかプレイステーションでやってる、あのお家で遊ぼうキャンペーン、あ、家で遊ぼうかで、確か期間限定で無料でダウンロードできるので。絶対許さない。おお、置いてった。プレイステーション4を持ってる方はよろしかったらやってみてもいいんじゃないかなと。待て、ゆっくり頼む。俺はもう若くないんだ。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あの時は別だ。まあ確かに俺はまだめっちゃ綺麗だろ。まあ頑張れよ、じいさん。もう少しで着くからさ。おい、思い出しちゃうな。すごいな。昔、麻薬王のパブロ・エスコバルに偽の16世紀の聖人像をつかませた話をしたか。あれはヒヤヒヤだった。いやー、すごい。ジャンプ、ジャンプ。前に俺はジャンプ。おい、ネイト聞いてんのか。バッチリ聞いてるよ。ジャンプ。体力の無駄だな。よいしょ。おー。よっ。すげえ。これすごいな。ビバリーヒルズアクションね。おお、こういう感じ。お、いけそう。ビバヒルはね、世代っちゃ世代なんだけどね、俺見なかったんだよね、あんまりね。よっ。すげえ。この人、超人なんじゃねえの。スティックの方向へ。こっちか。よっ。いやー。よいしょ。これか。ああ、あった、ボタンがあった。これだ。いけいけ。おお、ああ、したら
体力無限ゴリラすごいね。懐中電灯つけて。おい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 、これこういうゲームなの、すごいね。おお、あったかくて居心地いいね。想像してた場所と違ったか。黄金はどこにある。何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。これを見ろ、彼が来る前にスペイン人が来たんだ。いやトチさんマジいい声だよね、ほんと。なんだよそれ。ここに遊びに来たわけじゃないんだぞネイト。真面目な話、今回だけはシャレじゃなく、これにかけてたんだ、真剣に。千葉さんも素晴らしいけどな、本当ね。ちょっと遊び回りすぎたか。それもあるが、ちょっとたちの悪い奴らといろいろあってな。だから怪しい奴らには関わるなって言ったんだ、怪しい女にもな。おい、人に言えたぎりかよ。それどういう意味だよ。千葉さんのこのテンションの高いとことから低いとこに行く具合が素晴らしいよね、本当に。そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの。そらハマったね。おお、これよく作り込まれてんな。気をつけろ、深いぞ。だいぶな。ん？マジ危険だ。これは落ちるやつか？撃つ？これか？いい感じだ。おお！すげえ。いや本当ね、千葉さんは憧れるよね、本当ね。ああいう芝居できるようになったらいいなと思う。まあ、世代的にはちょっとビーストウォーズなんですけどね、僕もね、本当ね。この手のやつ絶対帰れなくなるよね。見た覚えがある。これはフランシス教の日記に書いてあったやつだ。ほう。あった。これだ。どうやらランプか火鉢みたいだぞ。火をつけてみろ。あんだけ葉巻はやめろと言っといて、今になって利用しちゃうのか？松明。おお、これ考え、これこのこういうの考えるとすごいよね。この瓦礫をどうにかして溶かさにゃ。どうするんだ。どう、えい、違う、取れた。どうするんだ。これは乾いて燃やせちゃうんじゃないか。燃やす？あれか？あれじゃねえか？どうだ？ん？あ、ビンゴ！よっしゃ！危ねえ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 。どうする？下、下に、どこだ？どこに？どこに？あ、ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょっと、あれ？死んだ？早くね？ちょっと、違った。どっち？どこ行くの？ここ、あ、ここか？あ、これか！なんだよ。これか。これか。あ、なるほどね。こういうことね。オッケーオッケー。こういうことでね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。死んだ。死んだ。おし、ちょっと待って、これ落下、これは早く落ちるやつだから、うわい、おいや、これし、あ、まあこれ大丈夫、おだろ、おいや、落下あんのこれ、よいしょ、お、なに、おい、おお、違う、あ、これ違う。ん？どこ行けばいいの？このまま行けばいいのか？
ほい。お、は？これか？これだ。おー、よー、いやー。びっくりした。何事かと思ったぜ。うん。これなんだ？あわ、なんだ？これはどうすればいいんだ？撃つのか？撃っとこ、一応。おいー！あ！サリーが。怖えな、このゲーム。そんな急に死ぬの、このゲーム。ん？上？よし、行っちゃおう。上？ああ、これか。また閉まったよ。開いたよ。なるほどね。やべえ、ドキドキすんねえ、これ。よっ。よいしょ。よし、これだ。これだ。一番、これだ。よっ。どう？おい、何か動いてるぞ。お、来てる来てる。いいよ、いいよ、来てるよ。よいしょ。お、すごい、おい、あ、お、危ない。これ、変なとこで落ちて死んだりとかしないのかな。これが、で、これでいくと、これが2番。2つ目来た。3番どこだ、3番。3番どこ？よいしょ。これだ。あった。よし。どう？どうよ。おお。結構深い。ああ、多分側面にはしごがあるな。見てくるから待っててくれ。はしご。待ってる。気をつけろよ。はしごどこにあるんだよ、はしご。どれだ。気をつけないと落ちるやつじゃねえ、これ。落ちてし。あ、あれだ。あれだ。これだ。ちょっと乗いて。ちょっと乗いて。よし、起きた。おい、足を滑らすんじゃないぞ。どっちだ？こっちが。よっ。ほっ。おい。よっこいしょ。すごいね、この人。どんな肉体してんだ。これはここに飛べばいいのか。ほっ。あれ、ちょっと待って。あれ、ちょ、おや、あれ、いやいや、あれ、どっか間違ってたのか。いやいや、あれ？なんで死んだ今。いやいや。ちょっと待てよ。なんで死んだんだ今。当てただろう。間違ってないだろう。そこに飛ぶんだろう。これだろう。わっ！あ、いけた。ここは大丈夫だった。よい。おい。やったぞ。反対側へ出られた。おい、おい、おい、おい。で、どっち飛べばいいんだ。こっちか？こっちか？こっちか。ほっ。おーい、飛んだ。お、じゃあこいつをベーン。おーい、で、で、あ、こっちか。すげえ深いな、この洞窟。洞窟地か、この遺跡。ん？これは何だ？俺はこっちだ。あ、一緒にやるんですか。せーの。ん？連打か。よいしょ。おい、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 おい。よーし。これわかるぞ。これ絶対途中で落ちるやつだぞ。行くぞ！ああ、実に安全そうだ。これは絶対。
絶対落ちるぞ。ほら来た、ほら来た、ほら来た、いけ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 、どりゃどりゃ、ちょっと、あ、しまった、しまった違った、よしよしよし、次は大丈夫、次は大丈夫、いけいけ、ここでジャンプ、そして、あーやばい、で、で、まだ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 走る、まだ走る、いけ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 、ゴリアーおー、もらったやったぞバッチリだ、マジか、楽、サリー楽よいしょ、くっそ、やっと努力が報われそうだ、死にそうだった、当然だ、すげえ、これでもよく作り込んでんね、ほう、うわすごい、これが寺院の中心だったんだ、これって像だよ、像、黄金の像だ、バカでかい黄金の像ちゃんか、見ろこれを、こちらその黄金の像を拝んでやがる、人間だよなこれ、そうか、エルドラド、黄金の男だ、サリー、黄金の都じゃない、名前の由来は黄金の偶像だ、たまげたな、今あったらどれぐらいの価値があるのか、何かの跡だ、ほら、スペイン人は丸太で運び出したんだ、来るのが400年遅かったようだ、そんなに昔かみたいだよ、なんてこと、すげえ、だがこれ普通に映画にしてもいけそうな気すんね、これ全然、こんにちは、いいね、これなんか家の中にいてすごい冒険感あるね、なんでアンチャーテッドなんだろうと思ってたけど、すげえ、これ確かに家にいても全然楽しい、意外と人気シリーズに、インディ・ジョーンズ的な人気なシリーズになりそうだね、これ。なんだ？おっと、これは珍しいものがあるぞ。こりゃ一体。これなんだ？潜水艦？なんで、ジャングルの奥地に潜水艦なんだ？よいしょ。こんなところまで来る洪水か、近寄ってみよう、いや待て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 、どうもうさんくさい感じがする、うさんくさい、ジャングルの真ん中にドイツの U ボートはつきものだろ、いや真面目に言ってるオーケー、ここにいろ、俺が見てくれ、トム・ホランドで映画化するんだ、あー似合いそうだね、それがいい、確かに、てくれ、おう待て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 、これを持っててくれ、よし一丁気合を入れていくか、どっから入るんだろう、ここかよっ、違うな、ここじゃねえな、とするとどこだ、こっちか、ここか、ここか、これか、おお、スイング、あ、こういうこと、スイング、スイング、スイング、よーし、でこっち、こっち、おいおい、スイング、スイング、よーし、ん、どこだ、下か、ここか、ほっ、ん、あれ登れ、よっ、よいしょ、よいしょ、よーし、スイングして、こっちか、本当に、いけ、
おー、来た。すげえな、こいつ人間じゃねえ。すげえパワーだ。おい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 、すごいな。お、お、黄金のタイナ、タイロナペンダント、宝物を手に入れればいいのか。そうか、こっちじゃない、どっちだ、ん、ここじゃない、ん、どこだ。あ、何してんの。ん、どこだ、どこ行けばいいんだこれ、ん、どこに行くんだ。でもここに来たってことはここに降りるんだよな多分な。ん、ん、あ、違う、おーい。え、また最初からやんのこれ、ふざけんなよ。ちょっと待って、これでこのままでいいのか。ん、登る、降りる、これどこ、どこ、この下、飛び降りる、おいやー、え、あ、そこか、景色、おわ、すげえ、すげえ、すげえ作り込みだな。これ、これで2007年だよね、これでも。よし、とりあえず行くか。あれだな、多分。ほりゃ、おいー、よいしょ、おいー、ん、よいしょ、そこからなら直接 U ボートの中に飛び降りられるんじゃないか。よいしょ、あ、やっと来た、やっと来た。おいや、よーし、来たぞー。これ序盤だよね、俺も序盤で結構死んでる気がするんだけど。いつ破傷風の注射をした。笑えるね。終わった、ここじゃないか。うい、よし、入ったぞ。何がある。なんかひどいことがあったようだ。こっちじゃねえ、ネジ打ちだらけでスープが。なんだって。これ作り込みすごいよね。いや、プロじゃねえ、プロじゃねえよ。プロでできないよこれ。だって俺中級でもう 3,4 回死んでるので。あ、まあそうか、おい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 、これクリアしたら一回プロだな、プロでやるべきだな。なんだ、下か、で、こっちか。ミイラ化してる。いやー、いやー、コインだ、金か。あ、こんにちは。これはどこで手に入れたんだ、ゲルマンの英雄さんよ。すげえ、なんだ。どうやら黄金には近づいてるようだ。なぜわかる。大量のスペイン金貨がポケットに入ってるクルーがいた。だがコインには見たことのない造幣局のマークが入ってる。本当か。ドイツのお仲間には秘密があったみたいだ。よいしょ、いけ、開け、開かない、開いた、お、いた、回す、回す、よいしょ。あれでも当時の金貨だから価値あるんだろうな、きっとな。おお、なんかすごい浸ってる。よいしょよくいる肉体系考古学者ね。そうだね、映画には必ずいる肉体系のね。なるほどね、すげえ。これ
実写化もし映画化してもトチさんにやってほしいなこれ。まあ演じてる人によるんだろうけど。おいー、びっくりした。ミイラ化してんのか。船長室に着いた。なんと船長もいる。どういうことだ。ああ、殺されたみたいだな。めった刺しにされて血まみれだ。嫌な船だ。うん、君よりな。財布は。詰めて親父。なんで死んじゃったんだ。信じられない。同じか。何か見つかったか。 UK2642 UK2642 あった。どうした。サリー、信じられねえぞ。なんだ。最後のページが見つかった。本当か。フランシス教もドイツ人も同じお宝を追ってたようだ。その宝の在りかを示した地図を見つけた。ネイト、今度も無駄足になっちゃわないだろうな。今回こそお宝をゲットしなきゃ。俺は…なきゃ何。サリ、なんだ。サリバン。へえ、ドイツと南米は関係が深いのか。なんだ、こっちか。こっち行くのか。こっちか。サリーどうした。よいしょ。おー、怖え怖え。おい、やばくないか。それは別ゲームの女性の肉体考古学者ってあれか、アンジェリーナ・ジョリーが実写でやったやつだね。さあ、うん、誰だ。触るな。サリー大丈夫か。私はローマンだ。あんたのことは知ってるし聞いてね。ずいぶんと威勢がいいなビジネスの相手。ハシさんだ。さあ行け。触るな。相変わらず悪い声してんなハシさん。実は君の友人には貸しがあってね。それも大金だ。そんな時に君の宝探しの話を聞いた。一生に一度のチャンスだというじゃないか。実に興味深い。だが前にもそんな話を確実な悪者だよ。嘘で固め口先だけ。私を騙そうとしてね。いや、おっさん話が長いんだよ。痛い。やめなさい。私もその我慢の限界が来たようだ。もちろん君があの中で何かを見つけたというなら、ことによっては私の気も収まるかもしれないがね。これもう我々の会話は聞かれてる。今見てる人も普通に見ちゃうよねこれね。ゆっくりだ。映画鑑賞会に近いレベルだよこれ。ドイツ軍の地図がエルドラドとどんな関係があるんです。あんなのがここにあるのは変だ。ドイツ軍もお宝を狙ってた。その地図が全ての鍵だ。へえ。これで満足だろ。そうだな。だが私を舐めるとどうなるか。おいやめろ、ネイトは関係ない。欲しいものはやった。弱い者いじめか。上等だぜ。それもそうだ。だがけじめだけはつけてもらう。じゃあ待て待て。いいかローマン、こいつは何も関係。おい、サリー、サリー撃たれた。てめえなんてことを。おい、なんだ。あ、さっきのさっきの不発弾か。逃げろ逃げろ逃げろ。あえ、落ちる落ちる。あえ、バツ、あ、で2発目でこれでコンボ。おい、なるほど。四角三角四角ね。逃げろ逃げろ。
冒険家さん。いた。私を置き去りにするから。こんなとこで何してんだ。すげえ、この人追っかけてきたのか。密着することぐらいできるわ。こっちに逃げたぞ。よし、みんな連絡する。墓泥棒は一人減ったよ。サリーは死んだ。嘘。本当だ。逃げなきゃ俺たちもヤバい。そんな、ごめんなさい。銃は持ってるよな。もちろん。よかった。じゃあ行くぞ。ドレイクさん、どっち、どっちに行くの？こっち？あ、こっちか。ん？どっち？いる、なんかいる。よいしょ、危ない。おりゃ、おー、当たった。おー、やばい。当たったが、よし、よし。うん？大丈夫？もう一人いた気がしたが、あれ？気のせいか。けいけい。おい、なんかいた。いてる。どこだ？どっから落ちてる？あ、意外と近い。意外と超近い。もう最高。自分でやられたか今あいつら。どこだ、あそこだ。やった、やったっぽいな。こっちだと思う。ええ、こっちよ。こっちか、これか。いつもこんなに大人気なわけ。まあ、ダメ野郎は俺に惹かれるらしい、ね、ダメって、お前じゃないぞ。当たり前でしょ。記憶力はいいけど。 UK2642 覚えたか。ええ、何なの。 U ボートにあった座標だ。おそらくエルドラドはそこにそうだね、一人味方のグレネードで飛んだ人いたね今ね。この場所、くそ。スペイン人は宝を見つけてその地図の島へ持ってったんだ。それをフランシス教が追った。ほう、すぐ向かいましょう。私は番組を、あなたはご自由に獲物を追って。かかった早く。おい、これはバケーションじゃないんだぞ。お気遣いいただかなくても大丈夫。あなたには貸しもあるしね。すげえ、普通にハリウッド映画だな。私たちは失われたエルドラドの。めっちゃスピーディーに話が進んでる。太陽に浮かぶ小さな島へと導かれています。おい、なんだ今の。一体何なの。対空砲火だと。最低だぜ大変、火がついてる。いや絶対死ぬんじゃうって。ああ、すぐ行く。嘘でしょ。飛んだ。超面白い。すごいな、このゲーム。よく作ってんな。ゾウかよ。着きましたね。おい、この人いつも同じシャツなのか。命は狙われるし、地図は燃える飛行機の中、おまけにエレナはおそらく死んだ。最高だ。燃えるってことはあれか、こっちか。お前のものは。なんだ、あ、いてて、いて。
ね、やったー、殴ってやったぞ。爆弾だ。お、これで受ける。あぶぶぶ。当たった。死んでもらう。まだ生きてる、まだ生きてる。ああもう。暗い。バキュン。あれ外した。やった。いやいや、自爆しちゃダメでしょ。生きるのよ、生きて大地を踏むのよ。よし、すげえ、なんかものすごい冒険活劇になってたなこれ。あー、なんかいっぱいいそうな気がする。てかもうすでにいるし。 L3 ボタンで標準切り替え。ああ、そういうことね。これ爆弾どうやって使うんだろう。ひょっ、ういー、これでもサイレント攻撃をするにも数が多すぎんべ。のやった、よーし。いやだできた。もうね、撃っちゃったからどうしようもないけどね。ここに来たのが間違いだ。マジか。ん？爆弾あんのかよ。けい、一人、あとはいないか。お、やった。どっか撃ってる。どっから撃ってる。オーケー、いた。弾がねえわけと、どうにもならん。いて、この野郎。よーし、ん、どこだ、来た。おいよー、やばい、いっぱい来る。やっちゃう。ストップ。R1 待て、何、青違った、なんか、あーやべえ、死にそう、なんか死にそう、ああやられた。こっちか。あ、いるじゃん。飛行機野郎。おい、当たってねえ。あれ、ショットがこれか。おい、おい、よっかない、ショットガンを食らえ。お、強い。あ、やべえ、いっぱい来たよ。すげえ、いっぱい来てるよ。うるさいわ。大丈夫？いないかしら？いるじゃん、めっちゃいる。
あ、全然当たんねえ。待って、ダメだ。待って待って、おいー、あ、おー、なんかすげえ食らってる、すげえ食らってる。よし、もうやろ。よし、行こう。撃ちすぎだろお前。お前は終わりだブーレ。お前がな。おいやー暴力反対だよ。あれ、アイテム消えた。あった。よし。おーし。人のものを奪っていくスタイルだ。お、持った。どっちだ、道は。お、お、黄金の灰色なペンダント。オッケー。上か？上はいけない。こっちか。ここを飛ぶやつか。違ったな。ほら、登った。よし。こっちかな。よっ。起きた。これは、あそこじゃねえとするとこっちか。よっ。いやー。よし、お、合ってる、これだ。よし、人多すぎだろ。おお、来た、落ちたかと思った今。あ、またいたよ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 。爆弾とか投げた方がいいのかな。あ、もうバレた、もうバレた、早かった。ダメじゃん。くそ、ち、明らかになんか決めてそうな人が今いたけど。おい、これは違う。ということは、ここから飛ぶやつ。いけーい！よーし。ほっ！よし。ん？誰？どこ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 ？そこか！この！この！いえ、これはアンチャーテッドですね。これ、ここでも誰か襲ってくんの？この状況下ね。洋風のサスケ。よっしょ。で？よいしょ。おーい。よっ。おう、おう。おーい！しまった！しまった！あー！落ちたよ。ん？どこだ？こっちか？こ、いや、違うな。下か。下だな、こりゃ。下。下。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。おー！ちょっと待って、このタイミングで撃ってくんの？ダメだって！ダメだって！よし。いつ？今、今、まだだった。これ、あれや！やった！これだ、多分これ乗るぞ。いけ！よいっ、あっ、よいっ、おいやさ、あぶれー、あぶれー。ほっ！し、こっからは死にたくないな。きっと死んだらまた最初からやるやつだ。
よいしょ、よーし、よーし、なんだ、あ、いてる、なに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 、誰誰誰誰、くそ、くそ、あぶねー、これかな、お、来た、よいしょ、よし、よし、お、うわ、マジか、これさっき乗ってきた飛行機ですね。綺麗に分かれてますな。そしてめっちゃめっちゃめっちゃ人おる。あそこは見れないのか。ということはまたまた銃撃戦ですね、こりゃ。今日はパスタよー。当たらねえ。うまなんか綺麗に当たらねえな。あ、あの名古屋にあるやつか、インディアンスパゲッティって。食べたこと、食べたことある。すごい昔にね、すごい具合を悪い状態で食べに行って全く味がしなかったっていう悲しい思い出しかないその後ね、食べたらすごい美味しかったんですけど、その時一緒にいたマネージャーさんが、あの、有名なんですよって言って、じゃあ食べに行こうって食べに行ったんだけど、俺めっちゃ具合悪くて、ほとんど味覚が死んでてそうそう、そうだそうだ、何食べても全然味がしねえっつって、確かそんなあったな。うちの娘はあれなんですよ、あのカレーパスタがとにかく好きで、いや、いいんですよ、ちゃんともう、あのインディアンパスタはリベンジしたので、もう名古屋は何とか仕事で行ってね、食べさせてもらってるんで、本当名古屋は持ち帰りの街っていうよりは食べて帰る街だなって感じですよね。お、あった、地図だ。まあ、僕大体でも、あの、名古屋に行くと、あの、味噌煮込みうどんしかほぼ食べないんですけどねこう知り合いとかね、あの、カツとか、あの、ヤバトンとか行きますけど、僕は名古屋市の地下にある、お、生きてた、お、生きてる、あの女の人、あの味噌煮込みうどんあるんですけど、僕あれがとにかく好きで、夏だろうが名古屋に行ったら夏冬関係なく食べるのが、だからきしめんと、あれですよね、味噌煮込みうどんは。大体台湾ラーメンはね、いつもね狙っていくんですけど、並んでて食えないんですよねきしめんって違うよ、トゥルマハヤじゃないよ、トゥルマハヤじゃないからね。いやー、でも地方で飯食べるの、俺でも最、うお、うお、痛そう、見て歩かなきゃな、うわー、これ絶対痛いやつだよね。うん、待ってろよエレナ、遠い、時間内に終わんのかこれ、危ねえ、あ、絶対死ぬやつだぞ。お、楽しい、ファイヤー、俺や、俺のショットガンを見ろ、これが俺のショットガンだ、これが俺のショットガンだ、遠いから効かない遠いから、遠いからあまり効かないやはりショットガンは近くでなければ効かなかった。なんてこった。そう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 。だすごいこうキャッチにめっちゃ声かけられながら、これやばいやつやね、これ。おお、
なんだ、ああ死んだ死んだやってしまった。え、まさかまた敵が出てくる。おいおいおい話をしながら話をしながらやってたら死んでしまった。よし、ちょっとなんか今警官がすごい分かんなくなった。おーい、